はい、どうもちゃん、あたるです。今日はですね、iOS の 17.2 がですね、配信されました。この動画を公開している1日前にですね、新 OS が配信されて iPhone をアップデートできるようになりましたので、早速やってみました。で、今回の iOS のアップデートには、新しいですね、純正アプリも追加されたりとか、カメラに関する新機能もね、搭載されたみたいなので、今回はこちらのアップデートの内容ですね、取り上げて紹介していこうと思います。それでは、行きましょう。はい、ということで iOS のバージョンがですね、現在 17.2 となりました。これによってですね、まずね、アプリの方が追加されましたので、そこから見ていきたいと思います。今回新しい純正アプリとしまして、こちらですね、ジャーナルというものが追加されました。こちらをタップしていきましょう。こちらですね、この Apple 純正の日記のアプリになります。なので日々の出来事とかを、まあ、書いたりとか、まあ、写真を残したりとか、であと場所について、追加していくと。で、こちらにもある通り、ジャーナルをロックして他の人に見られないようにすることもできます。でジャーナルを記入する時間を決めて各習慣をつけましょうということで、まあ、日記をですね、手書きで書いてる人もね、いると思うんですけども、まあ、それもスマートフォンでですね、日記をどんどん追加していって管理していくことができるようになりますということですね。今この iPhone のジャーナルで日記を書いていったら、まあ、来年またね、iPhone を買い替えたとしてもしっかりそのデータを引き継いでいくことができますというのも魅力かなと思います。はい、ではちょっと使ってみましょう。こちらがジャーナルの場面になります。自分だけのジャーナルを作成しましょうということで、まずプラスを押していきます。そうすると、ジャーナル記入の提案というのをしてくれます。記入の提案をオンにすることで、デバイス上の人工知能機能を利用して、まあ、日々のモーメントに基づくジャーナル記入の提案が作成されますということです。ちょっとオンにしてみましょうか。まあ、要はですね、スマホって自分がどこに行ったかとか、まあ、どこで写真を撮ったかとかですね、そういったことをもちろんスマホ分かってるので、それをうまく利用することで日記をですね、まあ、提案してくれるってことですね。で、写真も過去に撮ったものとかがですね、出てきてるというところですね。で、最近はこれ運動したよとか、このワークアウトしたよとか、最近聴いたミュージックがですね、出たりしてますね。で、この音楽聴いたねとか、そういったものを、ジャーナルとして残すことができるということですね。ちょっとモメントを選択して書いてみましょうか。はい。じゃあちょっとこの時の写真のハイライトからいきましょう。ですね。支笏湖の、ね、国立公園に行った時の思い出みたいな感じでちょっと書いていくことができますね。今ちょっと軽くですね、ジャーナル作ってみました。まあ、写真をベースにですね、ちょっとこんな感じで、ハイライトを作ってみたという感じ。もちろんゼロからね、作ることもできるので、こちらの上の方はですね、ちょっと1から作った日記ですね。こんな感じになっております。で、あと、まあ、運動のモーメントだけを残したりとか、写真だけを残すっていうこともできるのかな？あ、できるね。で、写真のハイライトだけを残すこともできる。で、写真だけ、ビデオだけとか、そういったくくりで、フィルターをかけることもできますね。場所でフィルターをかけることもできるので、この場所で何したかっていうところも、まあ、遡りやすくなるのかなと思います。ジャーナルの機能はこんな感じですね。はい、続きましてですね、ちょっとね、カメラの新機能を見ていきましょう。カメラの方ですね、まずは設定の方から見ていくんですが、設定の中からカメラを選んでですね、で、このフォーマットのところを見ていきます。で、こちらでですね、ビデオの撮影ですね、こちらに Apple Vision Pro 用の空間ビデオっていう項目が追加されました。で、これをタップします。はい。こうすることで、なんとですね、動画をこう撮影するわけですけども、まあ、これからですね、発売になってくる Apple の Vision Pro っていうですね、まあ、ゴーグルですね、こちらをつけたときに、今この iPhone 15 Pro Max とかで撮影をした動画で、空間の情報まで保存した動画をですね、まあ、見ることができる。だから、奥行き感とか、そういうところまで、このゴーグルを使って、まあ、見ることができるようになるということです。今カメラに切り替えましてビデオにしました。で、今こちらにですね、ゴーグルマークが出てるのがわかると思います。で、こちらをタップします。はい。で、横向きにしてくださいときますので、横向きにしました。で、今この状態で、録画をしますと、録画マークのところにもですね、このゴーグルマークが出てますけども、まあ、これはあの空間の情報まで、まあ、取得して認識しているものになります。なので、この映像をもしですね、ビジョンプロで見た時には、まあ、かなりリアルというかですね、まあ、実際にこの場にいるかのような感覚で見えるような、まあ、映像になるのかなっていうふうに思います。はい。で、こちらはですね、解像度は HD までになるんですね。うん、なるほど。4K はいけないのかな。ビデオはですね、1080p の 30fps で撮影されますと書いてます。1分の空間ビデオは約 130MB ですとなってますね。まあ、これね、ビジョンプロがまだね、発売してないので、
どうなるのかめっちゃ楽しみなんですけども、まあ、これね、今のうちにこの空間ビデオをね、撮っておくと、まあ、後々ビジョンプロをもしね、購入したりとかした時には、結構面白い映像を見ることができるんじゃないかなと思いますので、ね、これかなり楽しみにしております。まあ、自分もちょっとですね、どっか出張とか旅行とか行った時には、この空間ビデオですね、撮ってみようかなと思います。はい。で、続きましての新機能が、アクションボタンになります。iPhone の15 Pro シリーズには、この左側のですね、このボタンに、このアクションボタンっていうものが追加されてます。で、このアクションボタンをですね、長押しすると、はい、今はですね、このカメラが起動されるようにしております。で、このスマホを持ってて、このボタンをですね、長押しするだけで、まあ、すぐにこうカメラを起動して撮影できるような形にしています。で、このアクションボタンって結構便利で、いろいろ機能が割り当てできるんですよ。こんな感じで、まあ、ショーモード、これマナーモードに切り替えるってやつ。で、あと集中モードとか、カメラの切り替え、フラッシュライトとか。あるんですけども、であとボイスメモもあります。で今回新しく新規で追加されたのが、はい、こちらです。翻訳になります。語句を翻訳したり、他の人と別の言語で会話したりできますっていう機能がつきました。これ地味にめっちゃ便利じゃないですか。でちょっと使ってみましょう。今翻訳にしたので、使ってみようと思います。はい。今アクションボタンを使って翻訳ができるようにしましたが、あ。ダメだ。今、英語になってる。英語になってる。ちょっと待ってね。英語からスペイン語になっちゃってるので、これをね、元の言語を選択する必要があるね。で日本語から、こちらは、英語にしよう。はい。ちょっと日本語から英語の設定にしました。これでいけるかな？今、アクションボタンを使って、翻訳をできるようにしてみたんですけども、うまく使うことができていますでしょうか？おお、おお、すごい。これすごいな。これ海外旅行とか、この海外の出張とかあるときに、これ iPhone 持ってって、ちょっとね、話したいときに、まあ、ここで日本語で、ね、ちょっと喋って、で、もうこれでね、すぐ音声聞かせてあげて、まあ、海外の人と、まあ、簡単にコミュニケーション取ったりすることができそうですね、これだったら。出張とか行くときに、この翻訳機能を使えば、海外の人と自由に会話できますかね。おすごいね。これいいじゃん。この翻訳とかってとっさに必要になるかもしれないっていうこともあるので、これここに割り当てとくのは非常にいいと思います。というか海外旅行とか海外出張に行くときはここに割り当てするっていう風にしておくといいかもしれないですね。これアクションボタンね、さらに使いやすくなると思います。ちなみにこの翻訳のアプリ自体はもともと入ってます。でこのアプリはまあ使うことはできるんですけども、やっぱりそれを気軽にここでね割り当てできるっていうのが今回のアップデートのいいところだと思います。はい、続きましてのアップデート、地味にこれ嬉しい人ね結構いると思うんですけど、まずは設定開きます。そしてサウンドと触覚と開いていきます。で、その中で、ここですね。でこのデフォルトの通知音っていうところがあります。でちょっとこれをね鳴らしてみますね。もともとははい、この音、これね聞いたことある人も多いと思います。でこの通知音が結構ですね馴染み深いと思うんですけど、実は最近ですね、こちらの音がデフォルトにですね、まあ全部変更になってます。で今この音がですね、デフォルトの通知音なんですけど、これをいろいろ変更できるようになりましたということです。はい、めっちゃ種類ありますよね。はい、こんな感じで通知音をですね、まあ、好みのものに変えていくことができますので、iPhone の通知が鳴った時に他の人と被ってしまって、あれどこの通知が鳴ったのっていう風に、まあ、ならなくなるということです。めっちゃ種類あるので、まあ、そうそう被ることっていうのはねないと思うんですよね。はい、こんな感じにしておきましょうか。で通知音の変更ができるようになりましたというところになります。はい、ということで、まあ、ざっとですね紹介してみましたけども、まあ、注目度の高いアップデートとしてはこのようなところになるかと思います。まあ、個人的にはですね一番今回いいなと思ったのはアクションボタンにですね翻訳が来たっていうところですね。これは結構ね使えそうだなっていうふうに思います。であとこのカメラの空間ビデオに関しても今撮っておいてもそれを空間ビデオとして楽しめるデバイスがないので、ちょっとどうしようもないんですけども、まあ、今後ビジョンプロをね買う予定があったりとかちょっと試してみたいなっていう方は、まあ、今のうちにね空間ビデオを撮っておくとね、ビジョンプロが来た
た時にすぐ楽しめるコンテンツをあらかじめ自分の方で用意しておくことができるようになりますので、結構楽しいんじゃないかなと思います。ということで、今日こんな感じで以上になります。まあ、主要なアプリの起動確認はねざっと行いましたが、まあ、今のところ大きな問題は起きてないですけども、まあ、ちょっと使えないアプリが出たら困るなっていう方はねちょっと様子を見た方がいいと思います。であとこのアップデートした直後はこのバッテリーの減りがね早くなる可能性がありますが、少し時間を待って最適化をしていけばバッテリー持ちは普通に戻るのかなというふうには思います。気になる方はチェックしてみてください。ということで今日こんな感じで以上になります。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。